生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。さっき電車に乗ってたらね、すげえイケメンが出てきて、乗ってて、うわ何かなと思って見てたら、もうなんか何細いのに胸筋があって、うわーいいわーって、ちょっとこのそのためのサングラスやん、これなんかちょっと見るために顔見しないで、そうそうそう、ずっと見てて、したらここに日体大って書いてた。あーもう日体大ってエロいよね。そうなの、日体大ってエロいのよ。もうね、これ東大とか言われても別にうーんとしか言わへんけど、うん、どこ出身って言って日体大って、日体大ってそこに食いつくの、日体大サングラスの日体大だろ、なっちゃうなっちゃう、ほんとなっちゃう、そのぐらいに。そんなあるんや。だから日体大が好きっていう情報。なるほど、うちもそこに住みたい、近くに住みたい。いや、お腹すいた、お腹すいた、もうブーってなった今。じゃあ何かすげえ、何これ。これはね、マクドナルド。あ、言ってみマクドナルド違います。まあ、Listen to after me、 マクドナルド、マクドナルド。あのね、マクドをね、久々にね、え、マクド派？マック派？え、マック、あ、言うのが、うん、マックかな。うわー、マクドって言う、大阪捨てたな。ね、マクドって言うたやつ、マクドやで、マクド、マクドは言うたやつ。ミスタードーナツは？ミスド。そうよ、ケンタッキーは？え、ケンタ。おー、正解。はい、アイムラブリーと買ってきました。ちゃんとアレちゃんの注文の商品と私も注文の商品がありますね。このマクドナルド、基本的にはさ、何がメインですか？え、ハンバーガーやろ？ハンバーガーほら、言うて。ハンバーガー違う、じゃあ目を見てと。ハンバーガーハンバーガーじゃあ口元見て。ハンバーガーハンバーガーそう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 。じゃあロシア語でそれをなんて言うの？ガンブルケル。そう、もっと可愛く。ガンブルケル。そうだね。ハンバーガーってどこの国の食べ物？アメリカ？ノン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 。違うの？ノートアメリカ。ユナイテッドステートオブアメリカノン。あのロシアが実はね、皆さん存じ上げてないと思うんですが、ハンバーガーの発祥の地でございまして、まあ、厳密に言うとハンバーグというものの発祥の地がロシアのね、タタール人たちがね、やっぱり肉をね、細かいものもね、捨てんとあかん、捨てるのもったいないということで、ミンチにして全部食べれるようにしようっていうところから、戦争中にそれをパンとパンに挟んで作っていこうってなったものが、そうそうそう、何ハンバーグになって、で戦争に行くときにそうパンに挟んで持っていこうっていうので、タタール人たちも持って行って、あ、ほんでそれがなんか知らんけどユナイテッドステートオブアメリカに行ったわけよ。ほんでアメリカたちはこれは我が物だって言って、この特にマクドナルドマクドナルド、そう、アイムラブリーがこれがね、我々のものだという顔をしてるわけよそういう顔してるそうよ、ロシアにもね、アイムラブにいっぱいあります。じゃあそれぞれ今回はマクドナルド、まあ私たち大好きじゃない、もうなんか神様、仏様、アメリカ様、マクドナルド様でございますので、その中でロシア人発祥、バハンハンバーグ発祥の地であるロシア人がベスト3を選ぼうと、マクドナルドの中のメニューでは。ロシアのサーマクドナルドはコーラとか頼むやんか、氷ついてないね、びっくりした、あいつら氷嫌いやん。あ、そっか、ロシア確かに、え、何でも、え、生ぬるいんだけど、何でも生ぬるい感じの氷はって言ったら、店員さんがいいよってめっちゃ嫌がってるやん、みたいな、なんかそんな面倒くさい客みたいな扱いされます。ではいきます、第3位、せーの、えびピレオ、パンケーキ。あ、パンケーキ、うん、こんなん売ってるの俺知らんかった。そう、めっちゃ可愛いね、アラブ式みたい、ロシアの。そうでね、なんかほんまに小さくて、なんかすごい潰れてる、うん、すごい可愛い感じで、で、めっちゃ、なんていうの、反対側にした方が綺麗に、めっちゃいいね、うん、綺麗、あの反対側にして、違うね、違う、こう
何わかるわかるこれ俺こだわりやねごめん、はい美味しそう。でもいいよ、ほんまパンケーキの香りがする。ちょっと味見よ。うん、なんかソースとかかけへんの。これちゃんリンゴ&クリームって、うん、あ、かけたくないな。でもこれさ、カフェラソースもあるけど、ソースかけなくてもうまいねん、これ。うん、いや、おいしいおいしい。そうやろ、うまない、食べるやん。いや、俺、こっちあるもん。これエビフィレオやねん。エビフィレオってさ、みんなさ知らんねんけどな、あんまりなんかあんま美味しいってみんな思わへんねんけど、めっちゃエビエビやねん。エビめっちゃ入ってんねん。あ、そうなんや。エビ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 シー。うん、うまー。エビがな、ここにいっぱい入ってんねん。うん、これわかる、ちょっとグロいな。でも出てる、いっぱい出てる。いっぱい入ってんねん、エビが。俺好き、すっごいたっぷり入れてるんだね。エビ好きにはたまらないね、うん、じゃあ。せーの、ここでうちは2個です。2個。そう、2が2個ずるいやん。じゃあこれね、セットで食べるから。あ、そうなん。それは何。これうちはね、あのマックシェイクのバニラとポテト。つけるってこと、ポテト。そう。なんかほんま、うん、美味しそうやな。美味しいね、うん、あんたは。デブチーズバーガー。なんだって。デブチーズバーガー。ダブチーズバーガー。じゃあ見て見て。デブ。なんでなんで。デブ。デブって言ってるの今。デブって言ってるの。デブチーズバーガー。これ日本に初めて来た時にマクドナルド、ロシアはまだなあったのか知らんけど、俺はハバロフスクにはまだなくて、マクドナルドが、うん、でお母さんに連れられて行ったのが、まあ、マクドナルドに行ったわけなんだけども、その時に説明されたのが、これはどんなお店なのっていうのを言ったら、うん、なんか食べ物が驚くほど早く出てくる店だよっていう説明を受けたでも確かに多分最初のマクドナルドってそれを売りにしてたんだもんね。そうそうそう、すぐできるっていうのが。でびっくりするぐらい早く出てくる。今までロシアとかでは見たことないと思うぐらい早く食べ物が出てくるから、驚きももの聞きになる気、驚くことなかれって言って頼んだのがチーズバーガー。そしたらもう車に乗ってんのに、あのね、ドライブスルーだったから、って言って出されて、すごいっていう感動があったから、俺チーズバーガーが好きやねんけど、チーズ嫌いけどな。チーズ嫌い。でもチーズバーガーのチーズは好きやねん。何そのなんか差別で。チーズバーガーってぶっちゃけちっちゃいから、ダブルにしないと足りないなっていうことで、ダブルチーズバーガー。すげえ、チーズが好きやん。このチーズ嫌いやけど、このなんかさ、偽物チーズかなんかわからんけど、偽物言うな。この黄色いチーズ好きやね。これ何チーズって言うんやろな、このチェダーチーズ。チェダーチーズっぽいよ。いっぱい胡椒が入っててな。うちはね、これはじゃあ、うん、あのすげえすげえ、あの溶けちゃってるけど、こういう風にな、こうやってしてな。乳製品嫌いやけど、いけるかな、ちょっと待って。おお、ちょっと新しい発見じゃない。ただモデルが食べるものではないね、味的にドデブが食べそうな味するよこれ。分かる。そう、もう脳のさ、なんていうの、油を感じるところをじゃんじゃか刺激してくる感じする。うわー、マクドナルド、うわーって感じする。なんか美味しいけどやばいのが分かる味。やばくなるのかな。うんじゃないわよ、うん、それでは第1位をやっていきたいと思います。せーの、やっぱりこれでしょう。いや、こっちのがやっぱりだと。絶対これだよ。いや、多分一番共感を得るのは私だと。いや、絶対私だね。なんだ私。いや、俺だね、うん、じゃあいくわよ。せーの、ビッグマン、チキンマックナゲットマスタードソース漬け。あ、チキンなの。チキンマックナゲット美味しくない。でもさっき散々さ、ロシアのハンバーガー、ロシアのハンバーグ見てなかった。なんなん、なんなんそれ。チキンマックナゲットもロシアのもん。絶対違う、無理やり
収納をするなよ。マスタードみたいな格好しやがって。マスタードみたいな格好じゃないよ、俺ちゃんとした服。マスタードってかね、これが好きなの。このほんまや、これがマスタードみたいやもん。だってあんたがもう、いや、マックのこのマスタードソース、うん、うまいね。うちはね、いや、謝罪をしなければならない。マックと言ってしまった。マックのこのマスタードソース、うん、マックのこのマスタードソース、マックの、マックのこのマスタードソース、うん、これは良くないことだ。マクドちゃうってことか。いや、マクドやで、ね、マクド。あ、でも今のカットなしやしないから。違う、マクド。マク、もう一回、もう一回、もう一回。そう思ったね、あんた。マクドのな。いや、もう嘘よ、真っ赤。あんたビッグマック嘘やろ。ま、好感度目的やろ。え、ビッグマック好き、ほんまに。なんでビッグマック、なんかビッグマックミニとか頼んでそうだけどね。いや、もうビッグマックはこの大きさじゃないとあかん。なんでビッグマックな。ビッグマックって俺あんまり味ないと思うんだけど。いや、なんかね、もうこの、なんだろう、このボリューミーな感じがいいね。で、このなんていうの、中に、なんていうの、シャキシャキのサラダ、レタスか、レタスかシャキシャキでか出てくるね。シャキシャキのこのレタスがもう最高なのよ。やっぱ大きめがいいの。やっぱりバーガーは大きいのがいいです。バーガーは大きい方がいいね。そうですね。お、何でも大きいのは好きってこと。いや、そんなことないですよ。何がじゃあ大きくなくてもいいの。そうですよね。え、あの、バナナ。え、うん、バナナはじゃあ小さめがいい。バナナは別に気にしないかな。なんかさ、でも熟してこう黒くなったバナナとかもあるやろ。ああいうのはどうなの。それはちょっと漂白するね。あ、ほんと。剥けてないバナナはどういうの。あー、むちゃもうやめろ。何や、ね、サブチャンネルでこんなのあったね。もうやめろや。もう求めたでしょ、その求められて言ってもうたわ。あー、マスタードの匂いが。ほら、あんた、これ、ほらほら、舐めな。やだよ。やー、つけたんじゃねーよ。おいしいもん、これ。俺もこれね、家やと舐めちゃう。ここやったら舐めたらまたおじさんが怒ってくるから舐めちゃう。みんなの前でそんなことやってるの。やばくね。じゃあ、いただきに怪我ボーボー。やっよっか。やめろって食えねえからな、そんな言ってたら。じゃあ、いただきまーす。何何こういうの。あ、めっちゃここから垂れてる。男のをバカにしてたりする女とかダメ、うん、けど自分は絶対やるんやろ。あと、方形をバカにする女もどうかと思う。火星方形の方もだって、お、なんか火星、なんかよくさ、広告とかでさ、方形のなんかが嫌だという女の子の割合 90%何とかって言うけどさ、いや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 、男の子の見たことないわけ。俺今まで火星方形以外の男にほとんど出会ったことねえわっていうぐらい火星方形がほとんどなわけで、うん、でそれをね、なんかさ、切ったりする、何、手術するでしょ。あの、なんか皮膚ちょっと引っ張って、火星方形なんだった正常なのに、そんなの切っちゃったりするの。俺なんかさ、あの、どっかの外国でさ、あるあの女性器切除みたいなさ、なんか健康な女性器をこう切っちゃうみたいな文化があるとこがあるんだけど、最近問題になってなくなった。もうそれと変わらないぐらい俺人権侵害だと思う。うん、でも皮を切るの多少は必要なんじゃない。え、よくないと思う。いや、めちゃめちゃかぶれてて、本当にこう、なんていうの、なんていうの。いや、だからそれは申請方形でしょ。それは保険適用でできるから、それはそれでいい、うん、それはいいんだけど、でも火星だったら問題ないじゃん。臭くもないよ、うん、だってそんなのさ、臭いとかって言うけど、あんたらのがいつだってしまってて臭えよ。ボルトやるね、髪型が。私の悪口言ってんじゃねえよ。この野郎。